上原浩二、38歳、73登板、1.09、4勝1敗21セーブ、ホイップ 0.57、率直な感想。上原浩二は渡米後2年目からリリーフに配置転換すると迎えた2018年、38歳時に圧巻の成績を記録した。ホイップ 0.57、 MLB リリーフ歴第1位、3桁奪三振 &1 桁飛球同時達成、 MLB 史上初となっている。絶頂期の上原マジで凄まじいからなリリーフが残せる成績の頂点やろ。冗談抜きであの年は半端なかったな。27連続アウトとかやってたし、分割完全試合。先発でもルーキーイヤーの成績化け物だろ。上原以降の新人王で上原以上の成績って誰かいる？ルーキーで20勝、投手タイトル総なめで沢村賞とか今後一切現れんやろ。チャンピオンリング獲得に貢献しとるし実際すごい。日本人選手の中でも MLB 実績はガチで一流よ。そいつがベップと同じようなこと言ってるのがおもろいだけや。レッドソックスで抑えやってた時は全然スピード出ないのに空振りが取れるすごいピッチャーやったなぁ。やっぱ回転数か。140そこそこのフォーシームで空振り取りまくります。テンポよくストライクゾーンの中で勝負します。見てて気持ちいいピッチャーやったほんま。